タッコククツビシャモンドタッコククツは、岩手県西岩井郡平泉町に所在する、ビシャモン店を祀ったと、延暦20年、征夷大将軍であった、坂の上の田村マロが、ここを拠点としていた、悪クを討伐した記念として建てた。正式には、タッコククツビシャモンド平泉の南西約6キロメートルに位置する。北上川の一支流大田川を西に遡ると、 谷を分岐する丘陵尾根があり、その先端部に現在の天台州拓国西三寺がある。拓国西三寺境内の西側には東西の長さ約150メートル、最大標高差およそ35メートルに及ぶ岩壁があり、その下方の岩屋に掛け作りの岩屋美写門堂がある。さらにその西側の岩壁上部には大日如来あるいは阿弥陀如来と言われる、 大きな魔害物が刻まれている。拓国最高寺の境内は、神域とされ、喫煙や飲食、ペット等動物を連れての参拝が禁じられている。別当は、拓国最高寺であるが、境内入り口には、鳥居が建てられており、神仏混香の社寺となっている。源の頼朝も、鎌倉への帰路に参拝している。 岩手県西岩井郡平泉町平泉矢沢北沢16番地2001年に世界遺産登録の前提となる暫定リストに平泉浄土思想を基調とする文化的景観の一部として記載された2008年の第32回世界遺産委員会の審議では登録延期が決定した登録は結局見送られたものの文化庁岩手県では ユネスコへの再度の申請を目指し、2011年5月に国際記念物遺跡会議が世界遺産への登録を勧告したため、同年6月に平泉、仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群として世界遺産に登録された。2012年、柳野御所遺跡、白鳥館遺跡、長者ヶ原廃寺屋と、骨寺村松園遺跡と共に、 再び暫定リストに記載された。ありがとうございます。